参入元年、記念すべき初戦を迎えた J3 アスルクラロ沼津、歴史的な一戦を勝利で飾ることができたのか、この後超速でたっぷりお伝えします。3月18日のミナスポスタートです。今日は県勢の情報を超速でたっぷりお伝えします。コメンテーターは松原よしかさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう考えますと今日県勢4チームが戦っているということになるわけですよ。 J リーグ、歴史的な日ですね。本当ですね。もうサッカーも J リーグのチーム4チームですからね。はい、これはね、他県にも誇れるところですからね。さあ、という中で今日 J3 初陣を迎えましたアスルクラロ沼津、初の J リーグ戦に向けてチーム一丸となり勝利への闘志を燃やしていました。思い切ってサッカーやれてるので、あとは開幕にぶつけるだけです。開幕が直前に迫った今週の練習、昨シーズンチーム最多となる12得点を決めた園田選手や、新たに加わったベテランの伊藤選手らがチームを引っ張ります。ゲームアウト、ゴー、プレイプレイプレイ、ゴーガッキー。監督も選手も気合十分です。東部地域にシンボルとなるクラブがなくて、東部に新たな歴史が刻まれるっていう点では、あの素晴らしい一日になり、なってくれると思ってるし、勝てれば最高だと思います。県内の東部地域では初の J リーグチームの戦いに期待が高まります。ズバリ勝つっていう、どうでしょうか。そうですね、全力でぶつかるのみだと思ってます。いや、吉川さん、闘志がみなぎってますよね。みなぎってますね。僕ケンさん、あの SQ ライセンスで一緒だったんですよ。そうでした、監督も、はい、だからよく知ってて、どんな感じかも。だから東部にこういった J リーグができて、まあ、テルも入ってきてね、本当こう注目したいチームですよね。うん、そんな勢いがある中で今日は開幕戦が行われました。どうだったんでしょうか。アスルクラロ沼津はホームに福島ユナイテッド FC を迎えました。前半の8分、高い位置でボールを奪った中村のクロスに大野のヘッド、早い時間からチャンスを作ります。さらに34分、右サイド菅井のクロスにエース園田が飛び込みますが、枠を捉えることができません。チャンスを作ってきたアスルクラロでしたが、前半終了間際に先制点を許してしまい、前半を0対1で折り返します。さらに1点を奪われて0対2で迎えた後半24分、中村のフィードに途中出場の渡辺の待ちに待った J 初ゴールで、駆けつけたサポーターも一気にヒートアップ。最後まで勝利を目指したアスルクラロでしたが、1対2のまま試合終了。チームの門出を勝利で飾ることはできませんでした。ただ松原さん、大きな一歩でしたよね。そうです、まずは1点取りましたから、もう次に切り替えてもらいたいですね。はい、そして藤枝マイ FC も今日試合を行いました。こちらホーム開幕戦なんですが、2対1で勝利ということになりました。勝ちました。前日0対5で破りましたから、しっかり切り替えできたでしょうね。ホームですからやっぱりね、嬉しいですね。そして J3 次節なんですが、こうなってるんですよね。はい、25日土曜日はなんとダービーです。沼津対藤枝は明日かで午後1時キックオフとなります。こちらも相当な盛り上がり見せるでしょうかね。はい、大注目。